待って、いろいろ来てる。とりあえずここからこいつをかわしてここに行きましょう。でこの看板読みましょう。あれ体力あちょっと看板を読ませてくださいよ。看板をカットします。看板にパンチしてどうすんだマリオさん。グダグダだな。あーもうルイージさんに嘲笑われているような気がしますね。何やってんだろうな。あまあまあまあ最初はこんなもんですよ、うん、このコースね今回で始めたてなんでね、多分このコースの6枚目のスターを取る頃にはもう私ここを慣れてるはずですから、大丈夫、うん、大丈夫。そうまだね、まだそんなに練習してませんから、そんな昨日からがっつり裏で練習していて今回いけるなんて思ってませんからね。大丈夫、落ち着け落ち着け。もうそろそろいいですよ。もうそろそろ私はスターを取るところを見たいですよ。もうこのラストのコースだからってそんなにじらさなくていいんですよ。マリオさんそんなにじらす必要はない。今回のスターはあっさり取って、いやこのスターは簡単でしたねって言って、今後さらに難しくなっていくんで交互期待というわけでさらばですっていう、そういう流れにするはずだったんですけれども、さすがにこの1枚目のスターからもデスカウント2桁いってるようでは今後がかなり不安になってきますよ。なんて言ったらいいんでしょうね、このコースは簡単なスターが3枚、難しいスターが3枚みたいな感じで、中間くらいの難易度のスターがないんですよ。両極端なんですよね。簡単なのが3枚で難しいのが3枚って感じなので、私は簡単なスター3枚を先に取って難しいスター3枚を最後の方に取るという流れでやっていきますんで、最初の3枚、まあ今回の動画と多分明日明後日投稿されるであろうその動画は何でしょう、このコースの簡単なスターの寄せ集めみたいな感じでやる予定なんでね。 OKOK、 とりあえず道中でちょっとねグンバさんやっつけてしまいましたが、まあ構わん、グンバさん敵だし、グンバさんなんだろう、ぬいぐるみにしたら結構なんか良さそうな感じのグンバさんの形してますけれども、敵ですからね。 OKOK、 というわけで戻ってまいりました。さあなんかグンバさんの商品化の話してたらここまで来ましたね。でパンチしないようにちゃんと看板を読みましょう。 Warning The Star Flowers Produce a Toxic Gas、まあこのなんかスターの形した花畑みたいな、なんかこの花たちは毒ガスを出しますよと。Jumps can help to get out of it。 まあジャンプすればなんかその毒ガスから逃げることできますよっていうことが書いてありますね。毒ガス発生しているのでこういう風に体力が自動で減ってしまいます。で今回のスターはこういう風にここら辺にあるコインを、なんでこんな風にコインが浮いているかというと、こういう風にシークレットがあるんですね。こういうシークレットを取っていこうっていうスターになります。5つのシークレットなので、これが2枚目のシークレットって感じで、ちょ待って、体力やばい、落ち着いて、とりあえずコインを取りつつ、今なんかあれですね、キノコありましたね、ハートありましたね、ああいうハートとかを取りたいんですけど、ハートは外にあるので今は取れませんよと。あと1つのシークレット、ここですね、ここのコインを取って5シークレット終了と。こんな感じでそれほど広くはありませんので、場所さえ知ってれば、まあ、死にはしないかなと思います。なんでこの看板にパンチしたかは私も分かりません。あ、やばい、ヒップドロップしないと。OKOK、とりあえずこれで今回の147枚目クリアとなります。いやースムーズでしたね、うん、いやーものすごくスムーズ。さあこんな感じのスムーズな感じでね、このコースの